ぼごじさん、ほぼごじさん、ほぼごじさん、ほぼごじさん。毎週ほぼ5時にお届けするほぼ5時ソング、キスナーの皆さん、ターザン山下さん、こんにちは、スーパービバです。こんにちは、ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの上杉です。ドラムの藤原です。よろしくお願いします。ということで、おとといと昨日もお邪魔しました、はい、ターザン山下さんはご無沙汰しております、スーパービバです。よろしくお願いします。ということで、今週はですね、本日リリースになりました、はい、新しいアルバム I Love You の中から1曲をですね、毎日ほぼ5時にオンエアしていただく、そんなコーナーでございます、はい、楽曲の前にですね、この番組スタッフから質問が来ております。アルバムには数多くのタイアップ曲が収録されていますね、うん、その中の予感はドラマ僕らは奇跡でできているのタイアップでございますけども、そのドラマタイトルから今思うとあれは奇跡的だったなと思う出来事を教えてください。なるほど、奇跡、僕はありました。おお、何ですか。いいじゃん。ありましたよ、先月の出来事ですね。某ですね、はい、あの出前アプリですね、ウーバーイーツというのを皆さんご存知でしょうか。注文したら、はい、そのお店から、宅配の方が来て、はい、自宅まで、はい、あったかいうちにご飯を届けてくれる、はい、冷たいものを冷たいうちに届けてくれるという画期的なアプリ、はい、出前アプリでございますけども、はいはい、私ですね、ほぼ毎日のように使わせていただいております、はいはいはい、ありがとうございますということで、そのウーバーイーツでございますけども、はい、うん、ウーバーイーツがですね、よく迷子になるという話をよく聞くんです、はいはいはい、追跡できるんですよね、はいはい、お店から自分の家に来る間にどこの道を通ってきてるのか追跡できるんですけど、はいはいはい、私その日頼んだウーバーイーツのですね、宅配の方ですね、はい、もう道全く迷わずに、はい、一番近い道のりでうちまで来てくれて、はいはいはい、到着予定時間まで30分だったのが、はいはい、5分前で25分に到着して、素晴らしい、分かってる方ですね、と思って下のですね、オートロックのインターホンになりまして、はいはいはい、どうぞありがとうございますと迎えられたらですね、そこからですね、5分来なかったんですよ。どういうことですか。もうでやばいなと思って、はいはい、Uber Eats の買った、本局というか、はい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 、電話して、あれ、来ないんですけど、はい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 、おかしいですね、ちょっとお待ちくださいって言ったら、折り返しがかかってきて、はい、すいません、マンションの中で迷子になってるんです。そこで迷子、こんなにでかいマンションですよ。それがないんですか。びっくりしました。俺も同じリアクションしたところですね、宅配完了というボタンを押すと住所が消えちゃうらしいんですよ。なるほどね、部屋番号わかんないから、ちょっと見て、入ったはいいものの、やばい、号室がわからなくなって、で最初にインターホンした後ちょっと忘れちゃったの、忘れて、うん、もう一番下の階から全部巡ってると、やば、5分後に、いや、巡っても分かんないでしょ、だって少し冷めたカレーを持ってですね、宅配の方が現れたっていうね、それあれは奇跡だったなと思いました。それいいエピソードですね。そんなお話でございました。いつもね、皆さんにちょっとお話売ってるんで、たまには私喋んなきゃと思って素敵なお話させていただきました。ということで、本日リリースの新しいアルバム I Love You の中から I Love You 聴いていただきたいと思います。以上、スーパービーバーでした。また明日、バイバイ。バイバイ。